はい、ICDB やってます。スーパーレジェンドレアをね、引いたんで使いたくて、回してますよ。なかなか強いです。どうすりゃいい。まあ、1の共闘持ってた方がいいかな。どうなんだろう。さあ、テンさんが落ちた。これ N にね、このレギオンメイトのベジータか、まあ、共闘1万5000以上なんかがエネルギーに落ちてくれると、序盤から回るんですよね。まあ、テンさんはチャオズで回収できるんだけど、それはそれでいいんだけども、さあ、このリーダーは除去する悟空ですね。まあ、こっちもね、そのリーダー自体の除去する効果はないんだけど、このレギオンメイトっていうんですか、共闘専用カード、専用共闘、なんか言葉作ってからね、専用共闘が、のベジータが除去する効果のベジータ。すごいんだよな。回るとすごいよね。2枚ベジータが絡むとすげえ回るんだよね。その辺を見せつつ、動画が上がればいいかなと。今ね、自販機が回ってるからね。バックで、お、ベジータ落ちたよ。来たこれ。来たこれ。ベジータ落ちたけども、ここはテンさんを回収したいので、こうですね。テンさん落として、テンさん回収。強い。チャオズ強い。これでアタックかな。これね、エネルギーにベジータ落ちたのは相当強い。もう全然落ちてくんない時あるからね。だからこのリーダーが負ける時はそういう時。スターターの悟空でいうところの、クリリンがなぜか落ちないっていう、そういう状況ね。あともう、やっぱハイランカーの方はしっかりね、対処してくるんだよね、こういう新カードにも。すげえよな。やっぱ伊達に回数重ねてるわけじゃないですよ。さあ、相手はどう出るか。ガード切ってきたね。覚醒しながらしてもいいとタイミングだったような気がするけど、おっと、ハンド切って除去。それはうまいのか。あ、これ、相手もチャウズ合ってますね。なるほど。1万でつつくプランですね。そうなってくるとこっちは、そう。共闘しないと1万なんだよね。そこが結構きつくて。そうなってくるときついんで、俺はこれでベジータをエネルギーにして落としつつの共闘。そうだ。1万でもたらればつつかれちゃうっていうところが共闘の特徴でもあります。これは共闘時スキルが、ドロップゾーンの1万5000以上共闘をハンドに加えるって。ね、落としたベジータがハンドに入っちゃった。やべえだろうか。これやべえんだよな。どう考えてもやばいんすよ。チャオズ乱戦かなこれ。なるほどね。ただこっちもゼロ入ってるんですよ。へへへ。でもね、このイチゴで殴る続くっていうのは結構正しいね。そう、確実に反動を減らせられる。あ、相手ミスしたね、これ。ちょっとアタックし忘れたのか、エネを増やしたくないのか分かんないけど、ちょっとミスしましたね。ちょっとドロー入っちゃうかな。この辺は除去されても、まあ、ゼロコスだし、いいでしょう。ドロー入っちゃいまーす。そっか。あ、でも共闘の2が落ちてる。これはありだな。
また共闘仕掛けちゃいます。ここで共闘仕掛けちゃう。そうすることでぐるぐる回るよ。これでベジータぶっ込む。でこの悟空ね、共闘の悟空を落としつつ、さらには天津飯を落としておいた方が選択肢が広がるでしょう。で効果も使ってくよ。これ効果で使うのは、そっか、ここで共闘を落としても回収できるね、うん、そういう動きもあるよね。うん、1、2、まあ2が2枚あるかな。これ割とこれ切っちゃった方がいいのかもしれないな。今エネルギーもそんなないしね。これ強くね、これ。でハンド増えるっていうねこれ回るとマジ強いな。でバトルエリアにカードがないなら乱戦なしでね、5万まで上昇するんだ、これ。この専用のベジータ。これ受けるっていうしかないけど、まあ、ライフ5だしね。迷わず受けるでしょ、普通。ああ、しまったな。下向かいを乱戦にぶっ込むべきだったかもな。ただ、相手もエネ使いたくないだろう、0、2体にね。はい。これ、やばいだろう。さあ、このターン、このターンね、俺、ちょっと難しいんだ。結構、考えるよ。まあ、ワンパンぐらい受けてもいいんだけど。で、このリーダーさ、結構、その、ライフを気にしなくていいんだよね。おっと、まだ覚醒しないこれ。ハンド切るか今。ハンド切るタイミングだったか。まあ、エネルギーは使いたくなかったっていうことですよね。おっと、チャオズ強いな。相手も強いな、これ。うん。ああ、また1万で、たらればつく、プランでいってるね。まあ、強いんですけど、その動きは。さあ、ああ、そっちから来るか。そっちから来たか。そっちから来たか。意外だな。まあまあまあ。これで、で、このベジータ落としながら、乱戦して、で、共闘スキルでベジータ回収。何この、キモ。やってることがキモい。ハンド減ってないみたいな。これやべえだろ。ハンド減ってない。まあここは受けようかな。ちょっとね、2万5000はね。でも足られば1枚ガードできちゃうんだよね。ここ受けて、あ、でもエネルギーも充実してるし、これはかなり戦いやすいんじゃないか。おーっと、ぶっ込んでくるね。そう、でもこういう一号要求は結構ね、今ゼロあるからいいけど、一号要求じゃねえな。このぴったりアタックって結構きついよ。こういうところでハンド減らせるってことだね。結構これがきつかったりします。で、また元に戻っちゃう。さあ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 、新カード使ってこうね、これね。確かこれは登場時にね、なんかブレイクできるみたいな。何落とそうかな。何落とすのがうまいのかな。特に1万5000以上の共闘もいないし、天津飯という人もいるね。天津飯落とした方がいい。はい。でこいつをドロップ送りにしの、でここでまたね、
ベジータをぶっ込めるわけですよ。ただドロップに今、ドロップにまだいるね。いるんすよ、これがまたね。しかも効果で捨てればいいんだもんね。これやって、効果、ベジータのスキルで、また反動を切ると。ここでまた共闘、回収できる共闘カードを釣って、除去。なんだこれ。で、共闘して回収。うわ、キモ。やってることがキモい。まあ、これでいいか。ベジータ落ちてたら、またベジータを、ベジータ乱戦とベジータ回収っていうね、異常なことができちゃうわけ。はい。これ足らればハンド3枚だから次ぶっ込めば通っちゃうかもしれないね。これ通っちゃうかもしれないな。ここでちょっとぶっ込んでみますけど。こうかな。いやいやいや、やめとこう。ちょっと万全を期してやめとく。多分手札アタッカークラスを残してる可能性が、ちっちゃいやつとか。まあ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 。よし、じゃあこのターン耐えれば勝つるでしょう。おそらく。耐えれるのか。まあエネルギーはほぼ同じぐらいで、そう、だからこのデッキほら、ハンドがもう1万5000しかない感じになっちゃってるわけ。こうなっちゃうわけよ。それを利用すれば、利用しつつ有効なアタックを仕掛けていくと辛い。ああ、使ってきたね、効果。まあ使うか、今のハンド3枚じゃね。あ、でもちっちゃいアタックで来るね。2万5000のどこまでぶっ込んでくるか。なるほど。1枚ガードだね。で、ここでまたベジータ落として、で、共闘してベジータ回収。これ。やばいだろ、この強さ。回るとほんと強い。でもっと回るときは、ベジータ乱戦でベジータ回収って流れで、ずっとベジータが回るっていうね、そういう気持ち悪い状況があるから。まあ次のワンパンは受けるよ。ぶっ込んできたら。で、次のターンぶっ込んで終わりという感じだね。お前、エネないからむしろ殴ってきてほしいんだけど。お、殴ってきたよ。受けるって言うだけなんですけど。今は、まあね、でも難しいとこだね。金が増えたぜ。で、このベジータっていうのがさ、このリーダーカードじゃないとコスト3にならないわけ。もうね。常時スキルで。まあ、ここで決めて終わりだろう。よいしょー。はいと。コスを落として、除去。これはひどいっすね。俺もだんだん回すの慣れてきたかな。でもほんと事故るときある。このベジータを引けないとほんと何もできないっちゃできないんだよね。何もできないってこともないけど。そうだ、これスキル発動しなきゃ。スキル発動でベジータをエネに送れる。エネに送った上に、ね、パワー上昇するから。1。ね、相当なパワーだ。これは2枚じゃ無理だよね。はい、ありがとうございました。強い。スーパーレジェンドレア強い。